いろいろごちゃごちゃあった末に、みんななんとなく戦う目的とかってものを見つけたような見つけないような、まあどうでもいいけど、これ以上熱苦しいメンバー増やしてどうするの、ネルガルさん。 蹴り上げた石ころ、跳ね返れば、ダイヤモンドにもなる。すぐ手に入る夢なんて夢じゃないよ。でも必ず叶うと信じてるよ。くじけない君が好き。 泣きたい時あるなら、そばにずっとずっといるから。 You get money 君らしく誇らしく向かってよ。夢中になった日々が夢のかけらさ。 You get money そのかけら。 以上も前のことなのに。まだそんなことしているの？提督、もう来ちゃうわよ。パスします。なんかあいつダメで。まだ山田少尉の事件のこと疑ってるの？あれはちゃんと提督の部下の一人が自首して軍の裁判でも決着ついたじゃない。分かってますけど。あなたが来ないとまた艦長があれこれ気にするわよ。なんすかそれ。 別に、じゃあね。というわけで、いきなりで悪いけど命令よ。提督。何？ネルナルは軍と協定を結んだとはいえ、命令以下によっては拒否権が我々には認められています。まあ一応はね。本艦クルーの総意に反する命令に対してはこのミスマルユリカが艦長として拒否いたしますので、ご了解ください。戦うだけの手駒にはならないってこと。ホワイニク様、 あなたたちへの命令は戦うことじゃないわ。え？敵の目をかいくぐって救出作戦を成功させることへ。救出作戦？木星からの攻撃はなくとも尊い命を守るというなでしこの使命は、ま、果たさなきゃダメよね。このように現在 2637個ものチューリップが地球上にあるのよね。で、北極海域、 ウチャツラワトツク島、ここに取り残された亡国の親善大使を救出するのが私たちの仕事。質問。何？なんでこんなとこに取り残されたんですか？大使は好奇心旺盛な方でね、北極海の気象データ、漁場もろもろを調査していたならば、バッタに襲われ、さあ大変。ウチャツラワトツク島付近の海域は今の時期ほとんど毎日ブリザードに襲われてね、通り過ぎるだけでも大変なところなのよ。 ダメだね、こりゃ。幼馴染の仲もこれまでか。とはいえ、新しき恋人との仲も進展しない彼。チャンス、チャンス。ラブラブ話はもういいわね。
何はともあれ、この作戦を成功させられるのはなでしこしかないの。いいこと艦長。はい、やりましょう。というわけで、なでしこはうちゃつらはとつすく島に向かうことになったんだけど、とりあえず俺たちパイロットは暇だよな。兵器を養えってか。兵器を養って兵器分鍛えられていないな。ちょっと付き合ってくれよ。と言ったってそういう意味じゃないからね。実は君に聞きたいことがあってね。聞きたいこと？艦長、いや、ユリカ君のことだ。ユリカ？彼女は君のステディなのか？いきなり！なんだよ、いきなり！彼女はこう言ったんだ。私にはね、もう心に決めた人がいるの。小さい頃から将来を決めた素敵な王子様。勝手に決めるな！そうか、君にはその気はないか。ならちょうどいい。いつまるユリカは僕がいただく。きったねえぞ。殴るなんてありかよ。実戦に卑怯もクソもない。わかったよ。じゃあ接近戦闘ありでもう一回な。いいだろう。レディー、まもなくベーリング海に入ります。ブリザードのため視界ゼロ。逆に見れば敵にとっても最悪ということだ。必ずしも悪くはない。死人に切り替えてもそれほど障害になる岩礁もない。中央から突破できそうですね。エンジン出力最小。おう、ナナコさん、お肌博多人形。まあ、ジョニーったら。おお、乙女の矢は肌を。ちょ、キサヤ。そんなこと言ってケニーちゃん気になってるんでしょ。 うるさい。子供は黙ってなさい。アキトさん、ちょっと付き合って。さあ、ここ。持ち場離れて平気なの？島の近くはブリザードがひどくて通信が使えないんだって。だから暇なの。あ、そう。アキトさんもでしょ。今回の作戦は泉さん一人でも大丈夫って言ってたし。まあ、敵が出てこなければ。とりあえず舞台設定は21世紀初めあたりの高校でいいですか？服装とかはデフォルトのままでゲット。説明しましょう。この部屋は宇宙空間におけるクルーの精神ストレスを緩和させるために作られたものです。各自の脳波、その他のデータを自動的に計測し精神…というわけで、アキトさん、2人だけの学園生活にレッツゴー。うわー、先輩。どう？似合います？めぐみちゃん、その学校。わあ、短いんだこの時代のスカート。あ、もしかして初めてです、こういうの。ここではアキトさんが私の同じ部活の先輩って設定らしいです。はあ、もうリラックスリラックス。ここで緊張してたらストレスなんて解消できませんよ。緊張するなと言われても。やった。どうしたんです、アキト先輩。いや、なんでも。ちょっぴりアダルト設定にしておいて正解だったかも。めぐみさん、どこ行っちゃったんですか？あら、ルリルリ気になるの？はい、やっぱり。やっぱアキト君とバーチャルルームへ。二人きり、甘い世界へ二人きり。デートなんですか？ラブラブ。艦長、ミスマル艦長、何をボケっとしてるの？作戦行動中はダメじゃない。はあ、そんな風にいい加減だから彼に逃げられちゃうのよ。エリナさんって総出しなのに、なんでいきなり偉そうなんですか？いやいや、なんせネルガルの会長秘書だった人ですからね。高火に出る。皆さんもそれぞれの部署に戻って。はい。あなたたちも待機。はい。いいわね、艦長、ピシッとしなさい、ピシッと。はぁ、アキト、
本当なの？メグちゃんの方が好きなの？どうしたの？鍵なんか閉めて。それに話があるって言ったけど、一体何？アキト先輩、お願いがあるんです。なんだい？今度の絵画コンクールのことなんですけど。ああ。私を絵のモデルとして使ってください。あ、なんだ。そうか、そういう設定か。いや、急に言われてもな。私。先輩のためだったら。ダメだよ、めぐみちゃん。だって僕たち高校生じゃないか。前方障害物オールクリア。これよりオートパイロットに切り替えます。艦長、艦長。え、みんなお昼食べに行きましたよ。艦長は？うん、いいよ。ルリちゃんも行ってきなよ。はい。私、アキトさん好きです。アキト、アキトはどうなの？ダメー！先輩の意気地なし。私のファーストキス奪ったくせに。そんなこと言われても。めぐみちゃん、とりあえずこれを着て。先輩、私のこと嫌いですか？私は大好きです、先輩のこと。だから。めぐみちゃん、今もアキトが、今もめぐみさんと一緒ってことは、そんなの嫌！先輩。めぐみちゃん。キスしてアキト、そしたら頑張れるから。ゆりか。え？おっと。緊急事態？敵に見つかったのか？フィールドを維持しつつ固体。ディストーションフィールド出力安定。敵の射程外まであと10秒。敵機動兵器らしき重力反応多数確認。どこまで逃げるの？現在考慮中だ。速度を現状維持。エステバルス隊は出撃準備。エステバルス隊は。敵の推定の数と位置です。ほんと信じられません。何も敵をわざわざ呼び寄せることしなくてもいいじゃないですか。済んじゃったことはいいんじゃないの？あなたね、人生前向き前向き。責任を問われるならば持ち場を離れた私の責任です。プログラム管理は私の職分です。ごめんなさい。うひょっとルリルリ、ひょっとして艦長かばってたりなんかして。バカバカ、もう卒業か。バカ。まずこの先敵に察知された西側の水道を避けた場合、東の軍東部を縫っていくしかない。低空飛行時の座礁の可能性は 72%。 ま、シビアといえばシビアな状況ね。なでしこは10分後に発進。進路は東側の水道を取る。エステバリス隊は警戒態勢でスタンバイ。以上だ。しかし艦長、どこ行っちゃったんだろうね。一人涙に暮れてたりしてね。あ、俺ちょっと。おい、天下は。ちょ、ユリカ。なんか俺が言えるこっちゃないかもしれないけど、その落ち込んでるユリカはらしくないっていうか。私のドジで、みんなが迷惑して、こんなドジでノロマで亀の女の子なんて、先輩は嫌いですよね。いや私もうちょっとだけ頑張れるから。
元気が出るおまじない。ユリカ。待って。ねえアキト、もしかして同情してる？同情？火星の時キスしてくれたら頑張れるなんて言ったけど、アキトは私のためを思ってあえてしなかった。あの時と同じだね。あの時のアキトの気持ち分かったよ。え？アキトは私の逃げ場じゃない。好きになったらキスして。ユリカさん。だって私の大事なファーストキスだもん。え？おいお前、本気で言ってる？うん、とっても本気。そうじゃなくて。あ、敵襲だって。行こう、アキト。パイロットも警戒態勢でしょ。あら、ちゃんと戻ってきたわね。遅れてごめんなさい。現状報告お願い。本艦は岩礁地域に進行中。こんなところで足止めくってる場合じゃないのよ。親善大使が飢え死にしないように急いでちょうだい。そんなこと言ったって、それより前に燃料とかなくなって凍え死んじゃうんじゃないの？ああ、その心配はないわね。とにかく急ぐのよ。ユリカ、大使の島の座標を教えてくれ。アキトさん。ユリカ、座標はマップ A の13を参照。他の4機はナデシコ及びアキト機の援護。了解。君に美味しいところを持っていかれるのは尺だがな。艦長にその気ならナデシコを守ってくれるよな。よっ、フォーメーション切符あげ。大使と、あっ、くそ、エネルギーはギリギリだったのに。あとかなんとか言ってるうちにもう。ダメだ、視界が悪すぎて全然当たらない。そうだ、こいつを使えば。草中だ。帰ってくるよ。そうか。陽子、気落とさないで。バカ、女泣かすなよな、アキト。もう無理なんじゃない？エネルギーを最大利用しててもあと15秒は飛べるはず。電波障害クリア、無線使用可能です。エステバリスの機体信号確認できず、通信も応答なし。アキト。ああ、神前大使が。そんな、私のせいで、私がミスしたせいで。おい、ユリカ。アキト。回収してくれる？ねえ、どこにいるの？すぐ下。アキト！アキト機、ただいま帰還しました。それより提督、神前大使ってこれのことなんですか？いえ、それは、まさか軍が多大な予算をかけて実験用機材を組み込んだモルモットのクマを命がけで保護しろなんて言ったら誰もやんないだろうからね。よかった、アキトさん。心配したんだから。あのね、
私ね、ずっとずっと。ごめんね、まず艦長に報告に行かなくちゃ。ただいま戻りました、艦長。ご苦労様。ありがとう、アキト。本当にこいつ忘れてんのか。いや、ずっと探してた。中の我らが主題歌 You Get Burning は歌っている。自分らしく、君らしく、そして私らしくと。男が男であった時代、女が女であった時代は遠く、今あえて問う。男らしく、女らしく生きる意味を。おなじみセイバーマリオネット J の原作者が問題作に挑戦。彼の名は、もう時間がない。では次回、機動戦艦なでしこ、女らしくが危ないをみんなで見よう。